速報、三笘薫、伝説に残りそうなゴールでリバプールを撃破してしまう。うますぎわロタ。そこでフェイント入れるのすごすぎ。やばいわ。何この天才、結果しか出さない男って、ほんまやん W。後半 AT でやばすぎ。ベルカンプ思い出した。すごいところでやったな。やべえ WWW。すげえなそこでフェイントかよ。全部右で完結してもうた。すごいわ。何これ、すごい。ブルーロックや。今世界で5本の指に入る選手だわ。間違いなくアジア最高選手三笘。最初のトラップは明らかに思っていた通りに止められてないはずなのに。そこからフェイク入れてアウトとかわけわからん。三笘冷静すぎるマジですごい。すごすぎわロタ。こいつを決定力ないとか言ってたにわかなんなの？守備も上手いからな。逆に何ができないのか。カイセド、俺いなくてもいいじゃん。いるぞ。ディフェンスのパス回しめっちゃもたついてた。ブライトンってなんでそんなに草刈り場になるんや？順位も悪くないしみんな引き止めれれば今後の展望だって悪くなさそうなのに。どうせみんな移籍してまうし、で全員が疑心暗鬼になるからや。囚人のジレンマかよ。地味にアウトサイドのパスやクロスうまいんよな。ドリブルのタッチまでアウトサイドでやってるって知った時は驚いたが。トラックからのキックフェイント、同じ足でゴール。控えめに言って神業。